はい、アポロです。今日も見ていただきありがとうございます。今日はですね、時間の使い方に関するお話をちょっとしていきたいと思うんですけど、豊かになる人、成功する人、お金持ちになる人っていうのは、お金の使い方も上手ですし、時間の使い方も上手なんですね。やっぱりですね、こうお金持ちになる人ってお金の使い方がすごく上手なんですよ。具体的に言うと、こうリターンが得られるものにお金を使うと。で、お金が持ちになれない人、貧しい人っていうのはお金の使い方が下手くそなんですね。一切利益を生まない、無駄なものにお金を使ってしまうから、貧しくなるっていう仕組みなんですけど、それは時間も一緒なんですよ。で、時間っていうのは万人に平等に与えられた資産じゃないですか。時間ってなんか資産っていう、こうイメージがないんですけど、時間こそがですね、実は一番重要なんですよね。時間を使えばですね、お金を生み出すこともできるし、お金よりももっと価値があるわけですよ。でもなんかこう時間って毎日24時間ね、普通に黙ってても与えられるから、あんまりこう大事に考えている人って少ないんですけど、この時間の使い方をですね、どういうふうにするのかっていうのが、やっぱり自分のその成果にね、大きく影響を及ぼすわけです。特に何かこうね、自分が新しく始めたばっかりの時、ビジネスを始めたばっかりとか、情報発信を始めたばっかりの時っていうのはですね、本当にこの時間の使い方が重要になってくるんですよね。で、なんていうんですか、こう隙間時間とか空き時間っていうのができるじゃないですか。その時にSNS とか YouTube とかをなんかこうぼーっとダラダラと見てしまうことってあると思うんですけど、そういう時間ってもうまさに無駄な時間だと思うんですね。一切生産性のない時間、もちろんゲームをやったりとかでもそうですけど、そういうものが多ければ多いほど、時間貧乏になっていくわけですよ。だから24時間しかない時間の使い方によって、それが例えば学びとかそういうものを使えばですね、その学びの時間が将来的にね、収入を10倍にしてくれたりとかっていうことになるわけじゃないですか。だからどういうふうに時間を使うのかっていうのがすごく大事で、時間管理マトリックスの中で言うならば第二領域ですよね。緊急ではないが重要なものにいかに時間を使えるかっていうのが、やっぱりその自分の成功に大きく関わってくるわけですよ。でも貧乏な人ほど第四領域ですね、重要、緊急でもないし重要でもない、要するに単なる、なんですか、無駄な時間を使ってるだけっていうところにすごく時間を使ってしまうんですよね。だからこの時間の使い方を考えないと全然豊かになれないっていうことなんですけど、よくあるじゃないですか、こう SNS とかにすごく没頭してしまう人、もう一日何時間も SNS とかしてる人っていると思うんですけど、その時間って1円の価値も生まないし、将来的に何か自分に対してリターンをもたらしてくれるかっていうと一切ないんですよね。それがビジネス目的で使ってて、何かね、そこからこう、それが種まきになって将来的にリターンがあるような SNS の使い方であればいいですけど、ほとんどの人はですね、単純にただ暇だからっていう理由で SNS を見てたりするわけですよ。 SNS を使うときって、一般的な人ですよ、一般的な人が SNS を使うときって何か調べ物とかそういう目的で使うんじゃなくて、単純に暇だからなんとなく見てるだけみたいな感じじゃないですか。で、現代はこういう暇つぶしがいっぱいあるんですね。 YouTube もそうだし、例えばスマホアプリのゲームとかそういうものもそうだし、誘惑がいっぱいあるわけですよ。で、そういうものに時間を使えば使うほど、どん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 時間貧乏になっていくんですよね。で、誰が儲かってるのかっていうと、 SNS を運営してる会社とか、 SNS で情報発信をしてマネタイズしてる人とか、例えば YouTube で言うならば YouTube を見るじゃないですか。で、例えばですね、こう人気 YouTuber とかが何か面白いことやってますよね。で、それって見てる側にとったら楽しいかもしれないけども、将来的に何かそれがね、お金につながるかっていったら1円のお金も生まないじゃないですか。で、自分の時間っていう貴重な資産を使って結局何があったかっていうと、儲かってんのは YouTuber なんですね。あなたが自分の命ですよね。要するに時間を使うっていうのは自分の寿命を削っているのと一緒だから、自分の寿命を削ってその時間を費やすことによって YouTuber に広告収入が入るわけですよ。だから豊かになってるのは Google か YouTuber どっちか、見てる側っていうのはもう全然豊かになってないんですよね。 SNS の使い方を見てもらっても分かるんですけど、 SNS に没頭してる人、もう1日ね、5時間も6時間も使ってるような人でお金持ちの人ってまあいないじゃないですか。
だからその仕掛ける側に立つのか仕掛けられる側に立つのかってもすごく重要になってくるんですけど、この隙間時間をいかにですね、その自分のプラスになるものに使っていくのかっていうのはすごく重要なんですよ。特にその自分が駆け出しの頃っていうのは、とにかく時間っていうのはもう全て学びとか投資とか、あるいはそういうなんか種まき作業ですね、情報発信をしたりとかっていうことに使わないといけないですね。でそういうものを駆け出しの頃からだ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 らとこう空き時間をそういうものに使えば使うほど、まあ当たり前ですけどね、結果は出にくくなるっていうことなんですよ。まあ、周りはね、もう既に自分より先にその業界に参入して大きな成果をつかんでる人がいっぱいいるわけじゃないですか。だから普通に考えたら後発で経験のない自分っていうのはそういう人たちの何倍も努力しないといけないのに、駆け出しの段階からいきなりねだらだらと無駄な時間を使ってるんであれば当たり前ですけど結果が出るわけがないですね。だからいかにこの時間の使い方をね意識するのかってのはすごく大事で、そのみんな無意識にねそういうものを使っちゃってるんですけど、 SNS とか YouTube とかね、まあ、スマホゲームとかそういうものもそうなんですけど、それが結局そのどういう目的を持って使ってるのかっていうのはすごく重要なんですよ。目的を持って使うんだったらいいんですよ、別に。例えばダラダラするなとか YouTube 見るなとかそういう話をしてんじゃなくて、例えば今はちょっとね仕事で疲れたから息抜きで YouTube 見ようとか、ね、ちょっと何かこうリサーチのために SNS を見ようとかね、そういう意味だったらいいですよ。世の中の人がどういう発信をしてるのか調べたいからちょっとそういうね、SNS を使うとかだったらいいですけど、なんか暇だからダラダラとこうそういうものを使ってしまうっていうのはまさにもう仕掛けられる側の心理ですよね。そういう人はどん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 こうお金と時間がなくなっていって、で逆に仕掛けてる側はまあお金とかね時間が増えるわけですよ。だからそういう意識を持ってやらないと、時間って結構みんな無意識にね使ってることが多いんで無駄にしちゃうことってあるんですけど、特にこの現代っていうのはそういうまあ誘惑がいっぱいあるわけですよね。だからそういうものにいかにこう時間を取られないかっていうことを考えてやらないと、どん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 ですね、時間がなくなっていく。まあ特に駆け出しで資金力のない人とか人脈とか知識とかスキルがない人の唯一の武器って多分時間だと思うんですよ。時間だけは使えるっていう人はやっぱり時間をね、普通の人以上に有効活用しないとやっぱり勝負は難しいんですね。時間というのは一つのリソースだから武器になるわけですよ。それをどういうふうに使うかによって、その後に自分がねどれだけの収入が得られるのかって変わるわけですよ。もちろんアルバイトとかをするのもいいんですけど、アルバイトっていうのはまあその時間の切り売り型の仕事だから収入に限界が生まれるわけですよね。やっぱり一日働ける時間って限界があるじゃないですか。だからどんなに頑張ってもこの一定の収入以上は増えないっていうふうになるんですけど、その自分にの時間をですねアルバイトとかに使うんじゃなくて、学びとか成長とかそういうもっと将来的なリターンが大きいものに使うとすごくですね、まあ後から大きな収益を得られるっていうふうになるんで、この時間の使い方を意識するってのはめちゃくちゃ重要なんですよね。だからこの YouTube チャンネルを見てる人とかっていうのはまあ多分そういうのは分かってると思うんですけど、でも大半の人はまあ言い方悪いですけど、まあ、何の役にも立たないような YouTube に膨大な時間を使ってしまうわけですよ。でそれによって、その自分の資産っていうね、のである時間を無駄にしてしまってるわけですね。だからこそそういう人がね、そういうものに時間を使ってる間に学びとか成長とか種まきとかね、そういうものにとにかく時間を費やすっていうことを意識するのがいいかなと思います。でまあ、もし YouTube とか見るとき、SNS とか見るときもこうアンテナを立てるといいと思うんですよね。何か目的意識を持って見てるといろいろ気づきがあるわけですよ。例えば YouTube で、あ、こういうふうにしたらなんかね、こういうような、結果が得られるんだなとかっていうのが分かるわけですよ。僕が今までずっとホワイトボードで動画を撮ってたのに、まあ、このアングルに変えた、まあ、またホワイトボードの動画を撮ると思いますけど、このアングルに変えたっていうのはちょっと YouTube 動画を見ててある気づきがあったからなんですね。まあ今日この動画をね、このアングルで撮ってるのは単純にちょっと腰をやってしまったんで、立って喋れないからちょっと今これ座って喋ってるだけですけど、このアングル、この距離感で撮るっていうのもやっぱりね意味があるんですよ。だからそれにちょっと気づいたんですよ、見てて、いろんな人の動画を見てて。だからこのアングルに変えたんですけど、そういうアンテナを立ててないと多分こういうね気づきもなかったと思う。だから
こう見るときも常にアンテナを立てる。例えばコメントとかもあるじゃないですか。ああいうものもすごくねヒントになるんですよ。世の中の人たちがどういうことを考えてどういう信念を持っているのかっていうのをまさにあのコメントで暴露してくれてるんで、そういうものを拾っていくと、あ、世の中の人たちってこういうふうに考えてるんだとかって分かるんですよね。でもそれを何も考えずにただぼーっとこうコメントを見てても一切気づきが得られないんで、まあ、YouTube とかね、まあ、そういうものを見るとき、例えば SNS とかで多分有名人が何か発言してて、それに対するこうリプライがバーってくるじゃないですか。そういうものも全部アンテナを立てて見とくと、世の中の人々はこういうふうに思ってんだってのが分かるから、その時間は無駄にならないんですよね。でもそれに何も思わずに自分もその、まあ、その仕掛けられる側になって一緒になってコメントしてっていうだけだったら何の生産性もないわけですよね。だから常にその自分は仕掛ける側の意識を持って、まあ普段からね生活するってもそうだし、空き時間とか隙間時間とかそういうものをいかに有効活用するかってことですね。無駄な時間を使わない、できる限り将来的にリターンがあるものに対して時間を使うっていうふうにやっていけばですね、間違いなくその、まあ、数年後、1年後か3年後か5年後か分かんないですけど、間違いなく今と別人になってるんで、とにかく時間の使い方を意識すると。特に駆け出しの頃、駆け出しの頃からサボってる人は絶対に結果出ないんで、最初にしんどい思いをして後から楽な思いをするっていう意識に変えていくと、まあ、必ずうまくいくと思うんで、ぜひやってみてほしいと思います。では、今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。